こんにちは、すももです。今日は広島旅行に行くためのパッキングをしたいと思います。安定のパッキング動画を作っていきたいと思います。で、今回は2泊3日なので、まあ、ちょっと荷物は少なくしていきたいと思っております。この前と姉と和歌山に1泊2日で行った時に、お姉と一緒にいたら結構にスモモ荷物多いって言われましてちょっと少ないくしたいんです。で、今回は21日に尾道に行って、22日に大久野島に行って、23日に半日ぐらい大久野島で遊んで帰ってこようという計画をしております。で、大久野島は2回目なんですけど、尾道は初めてなのでめっちゃ楽しみにしてます。で、服がまず服なんですけど、これ前お姉に誕生日プレゼントを入れてくれてたやつに、ミッフィーちゃんのシャツ、ミッフィーちゃんのこの前買ったシャツと、あとこの前買ったミスバニーの靴下と、とジーパン、リーさんのジーパンを2日目か3日目2日目におそらく履こうと思ってます。まあ、ちょっとね、今雨予報になってて残念な気持ちなのではありますが、まあ、雨だったら雨にしか見れない光景もあると思うので前向きに行きたいと思います。かわいい。お姉と旅行行った時もめっちゃ楽しかったな。これミッフィーって書いてます。これはなんと SS サイズなの、男女兼用なので SS でも行けました。靴下って意外に忘れがちなので、でも今日は寒かったから、また天気とかで服が難しいなって思います。あ、ちゃんとリボン結びしとこ。服で、これは下着類を入れてます。で、これは大久野島のパンフレットと、あと電車のチケットです。電車は秋の乗り放題パスで行こうと思います。3日間 JR が乗り放題のチケットなんですけど、7850円なんで結構安いなって思います。なんか新幹線で行ってもあんまり時短できないところなので、もうゆっくりポケモン GO をしながら行きたいと思ってます。大久野島がめっちゃ楽しみです。去年はクリスマスに行ったので、まあ、クリスマスはクリスマスで良かったんですけど、秋だと結構コウサギさんが生まれる時期らしくって、コウサギを狙っていくには秋がいいって聞いて、まあ、秋にも行きたいなって思いました。大久野島めっちゃ、なんか私旅行ってあんまリピートするのはディズニーかぐらいだったんで、リピートしたくなるぐらい好きなところです。すごい休暇村もめっちゃ良かったし、リピートしてしまし、これはなんかいろいろのいろいろなポーチ、いろいろなものが入ってて、お薬、まあ痛み止めとか、まあ私が飲んでる漢方とか、
優しい漢方で更年期障害のもう漢方飲んでます。まあ冷え性とかのためにも飲んでるんですけど、まあ、あとビオフェルミンとか、うん、更年期障害は厄介です。でもう今や必需品のアルコールのウェットタイティッシュ、お母さんがくれました。でこれもアルコールジェル必需品、あとはバンドエイドとか、まあ髪温泉に入るときに髪束ねる用のヘアゴム忘れたらあかんから入れといたり、あとリップ、うん、なんかどっかでもらったウェットティッシュ一応タンポン、まあ生理は今なってるのでかぶりはしないはず、まあ一応乙女のたしなみとしていろいろポーチ、これディズニーで前買ったあの桜の時期の桜限定のやつ、この紐が黄緑で桜餅みたいになってていいなって思います。みつりちゃんカラーで、あとはで雨予報だし、まあ日傘にもなるので、前去年かな、去年買ったミキの折りたたみ傘西武兼用で、これはこれのケースではないんですけど、前になんかの付録で買ったペットボトルホルダーがちょうどなんかこの折りたたみ傘入れるのにすごいマッチするミキ同士だし、なんかこの取っ手もついて取ってる取っ手持ち手もついてるので、これをいつも折りたたみのケースにしてます。であとはこれもマスク必需品、10枚入り、であとは化粧品、この前ディズニーストアで買ったやつ、ジル・スチュワートのクッションファンデのなんだサンプルをもらいまして、クッションファンデにもちょっと興味を持って、あのジルさんで欲しいって言ってもらいました。まあ、クッションファンデどんなもんかをあの試してみてよかったら買おうと思ってます。101の PA が4プラス SPF50 プラスで、今日はこの前買ったポーチの中に入ってたブラシミニとデイジー、このミニサイズってのがやっぱいいなって思いました。でリボンとかついてて、なんかこの透明になってるのでパッと見何が入ってるかが分かりやすいのもいいなって思った。あとはこれもジル・スチュワートのアイブロウです。まあこのこれが揃ってたら眉毛は困らへんなって思います。でこれは前コフレドールさんで買え、あのなんか試供品かなんかでもらったアイカラーとリップチークとなんかラメの入ったアイシャドウ的なやつの試供品なので、こういうのは結構旅行に便利だなと思って使います。やっぱ極力荷物は減らしたい。
ので、サンプルとかをよく旅行には持っていきます。でこれはあれお風呂セット的なやつで、1日目は尾道で泊まるので、そこは普通のホテルだったと思うので、ちょっとハンバーちゃんと覚えて多分後で確認します。バブとか入れて、あったかく部屋の風呂はバブ入れようと思ってます。で、あとこれもサンプルとかのや、あの化粧水とかメイク落としとかが入ってた、あ残ってたので持って行って試そうと思って、あとはと個包装、なんかあの自分でえりすぐったオールインワン、ハトムギのオールインワンをちっちゃい無印のなんかに入れ直して極力減らして持っていきます。で、あとはあのメイク落とし、お風呂、2日目はあの奥の島の温泉が楽しみです。奥の島は2つ温泉があって、めっちゃどっちもいいお風呂で良かったです。あ、これはこの前買ったミッフィーちゃんのトレーナー、ミッフィーちゃんのこの表情みたいに雨予報になってしまった悲しい。まあでもいいや、映えるし、このクマも可愛い。これは2日目かな、2日、よいしょ、なんかジェラートピケの前もらった袋に入れます。スースースで、雨の予報なんで、これは前にポケモンセンターで買った、カバンを雨から守るやつ、カバンみたいなやつ。で、最悪、まあカバンを守るのもあるんですが、お土産買った時とかに袋が有料とかだったら嫌なので、エコバッグにもなるなと思って持っていきます。まあこのヤドンとかコダクとかヌオーとかと、どれだと、ポアルンとかもいて、すごい可愛い。で、持ち手がコダックの黄色になってて、これもすごい雨の日でもなんかちょっと嬉しくなる要素が詰まっているので持っていきます。で、あとはメガネ、コンタクトはしてないんですけど、裸眼だと最近しんどいので、メガネで、あとはこれも下着類とか、あとはスーパーの袋とか、あの2日目奥の島に行くときにキャベツ尾道で買っていって、でウサギにあげるキャベツをとか野菜を買えたらいいなって思ってます。あとこの前お母さんが買ってきたチャオチュール、なんか尾道すごい猫もいっぱいいるみたいで、あと尾道のあのロープウェイのところになんか猫が、雨宿りにカツオくんって猫雨宿りに来てることもあるみたいで、もし会えたらこのお菓子あげたいなって思います。
で、これはこれも化粧品で、アイブロウとかこの髪留めるやつ、あとはアイシャドウなど。タオル生地なので結構あの汚れても洗えるのでめっちゃ気に入ってます。これはいつでもで前買いました。で、なんかタオル首元冷やさへんのと、あとさっと手洗うのにタオルが一番いいの好きで、うさぎの島に行くのもあってバンビのタオルを持っていきます。これが2泊3日尾道奥の島へのパッキングにしました。で、これはスマホとか財布とか貴重品などを入れるカバン。うん、私結構晴れ女なんですけど、なんかちょっと天気があんま良くないみたいで残念だけど、まあ仕方ない。